まあ、こういう曲調、ん。これがリファレンスとして来たんです。全体の質感として、かなり歪みっぽくて、全然狙ってやってると思うんですけど、ドラゴンアッシュは。で、ちょっとこう、歪んだ結果、ミャーっとした感じ。高域が強いっつうんですかね。さっき弾いてもらった、ダイスに弾いてもらった、とこの元々いたギターが、はい。こんな感じなんですね。で、さっき撮ったのが、こういう感じなので、わかりやすい作業として、元の音に近づけていく。っていう作業をします。まあ、この音だと高い線が足りない。もしくは、下が多すぎる。ここら辺を削っていく。ざっくりですけど、これかなり。でもなんか、ちょっと近づきましたね。で、さっき言った、ミヤミヤしてるところ。ここら辺。ミヤミヤしてるかもしれミヤないミヤでしてす。るじゃないですか。ミヤミヤなんですよ、ここら辺が。で、こうやって耳で探すときもありますし、ここら辺が最近のイコライザーだと、こうやってアナウンサーが出るので、でもこっちだと、こういう元がこういう感じなので、それに対してこっちが。っていうふうに寄せていく。まあ、あんまりこうやって比べて寄せていくって作業は、普段そこまでやんないです。じゃ、いつもだったらこうリファあくレンまで、ス、そうです。あくまでリファレンスだったりミックス上を、あ、こういう音にしようかな。ああいう音にしようかな。って言った時にやっていきます。こっから多分、足んないとすると、ちょっと歪みのさっきの、歪んでないなっていう。わざと歪ますみたいな。あえて悪くする。悪くするというか。ちょっと寄せた。ってなって、まあ、ここ、とりあえずミュートして、ちょっと下がって、ボワボワ、ちょっとなんボかワちょっっととした感じ。マイルドな感そうじっです。ていうんですかこれね。でもう成立してないわけじゃないんですけど、この曲全体的にもともと作ってる音がベースでこの下の方をある程度埋めるような処理にしてるので、これで。このベース。このベースとちょっと作ってない状態だと干渉してくるんですよ。下の方がちょっと渋滞してくる。もともとの入ってたギターも、あえてこの、ミヤミヤしちょってとミる。ャーミャーさせああ、たなんるでほすよ。ど。曲全体が、曲のリファレンスからも、あんまり下がふくよかでない方がいいと思ったんで、こういう風にして、でもベースでしっかり支えないといいっていうのはあったので、このドラムと、アコギはこういう関係に。住み分けっていうか。自分はここに一個のこの 3D の場があって、前後、左右、上下があって、その中に各楽器たちがどんな風にこっちに向かって顔を出してくるかみたいなるほど。イメージで、
自分はやってますね。お弁当の中身を詰めていくみたいなことに近かったりしますか？なんか近いかもしんないですね。あ、こういうのがいい。で、これってのは今こういう音なんですけど、もともとはこうなんです。おお。これを今こうしてるんです。もう全然違いますね。そうです。わざとちょっとこう、うん、上を抜けてこなくしてる。まあ、落としてるみたいな感じなんですけど、うん、これが、ハイハットがかなり目立ってるので、うん、その後ろ側にうっすらなってるんですけど、これが、オフの状態。上がいるまんまで出すと、自分としてはただでさえそのさっき言った全体的に質感をミャーミャーさせてるんで、うん、その状態でこのちょっとキンキンした感じのシェイカーをで、ハイハットもそのリファレンスの方向性からかなりハットはしっかり出したい。これ、うん、これをしっかり出したいっていう自分の中の前提があったので、この中にこのキンキンしたまんまのシェイカーを一緒に出しちゃうと、上の方でさっきの低音で渋滞したのと一緒で、団子が起きちゃうんですか？上で起きちゃう。とキンキンしちゃって、でキンキンしたのってすごい耳についてくるので、ほんのうっすら認識できるようにできないかぐらいで、これが鳴り続けてるっていう。これは、はい、エフェクトとしてはなんかどういうものをかけてるんですか？これは、はい、目立つのはこれですかね。RX9000。これは、なんつうんですかね。昔のサンプラー。じゃあなんか音色としてちょっとこう昔っぽくなる。そうです。昔のサンプラーのサンプリングするときに、音を取り込むコンバーターっていうのがあるんですけど、うん、そこをモデリングしてるんです。そういうサンプラーの初期の頃のものなので、うん、音良くないんですよ。でもそれが、その質感がまたいいっていうので、こういうモデリングが出始めてるんですけど。なるほど。それで上をあえて抜けさせない。これオフ。うん、これオン。おー。これでほぼ作ってます。今結構上の方で、うん。これだとちょっと自分の中のそのレンジ感より上に行っちゃってるので。うん、ああ、ほんとだ。ちょっと、ひとつ。このドラムの音像の中に収めつつ、キンキン、さっきみたいにキンキンさせず。確かに、なんかドラムの音像の中に収めつつっていうのがすごく的確に。そうです。っていうのをやりました。ドラムベースはもちろん、絶対土台として基本的にはありつつ、楽曲を成立させてるときに、やっぱり一番、肝になってる楽器は何だろうみたいな、うんうん。このアレンジとしての肝はどこにあるんだろうっていうのは気にしてますかね。うんうんうん、じゃあそこになんか森さんのエッセンスが結構詰まってたりは。そうですね。ですかね。そうですね。ほうほうほう。そこに、単純に自分のいい音っていうのを入れるときもありますし、今回の場合やっぱ特にあのリファレンスがあったので、アコギであの感じを表現とか再現というか、できれば自分の中ではほぼほぼ完成に近いかなっていう。オケ作る段階で、この歌が最終的に出てくる想定で音は作ってるんですよ。うん、ミックスバランスはいろいろ取っていて。で、歌の置き場所を作ってあげて。これ考えないで作ると歌が出た時にすごい渋滞するんですよ。じゃあもっと歌出せばいいじゃんってなると、今度ただ歌でかいだけのミックスになっちゃうんですね。なるほど。歌をそこまでむやみにボリュームとして上げなくても、置き位置を作ってあげれば、ちゃんと歌の輪郭を見つつ、オケとの一体感
も失われずに、歌って結構その、やっぱメインのメインなので、うん、ボーンと出せば、それっぽく聞こえたりもするんですけど、うん、それだと歌だけが聞こえてくるみたいな曲になっちゃうので、腕の見せ所の一つでもあるのかなと思っていて、うんうんうん、エンジニアとして。うん、一個一個の音を作るっていうのももちろん腕なんですけど、むやみに上げずにちゃんと聞かせるとか、むやみに下げずに、でも目立たせなくするみたいな、とかっていうのも、アプローチはいっぱいあるので、そこをどうするかですよね。多分一番もらったのは、久保田さんですね。恥ずかしい話なんですけど、ぱったり仕事なかったんですよ。ある時から、うん、会社の看板があったからこそ、多分どの業界でもある話だとは思うんですけど、この仕事を辞める話は出ました。辞めようと思うって、生活できないからって。で、自分の母親と神さんのお父さんにそれぞれ相談して、もうこの業界から、この仕事からを辞めようと思うって話をしたんですよ。まあでも生活ね、第一だろうっていう返事が来ると思ったら、両親からもうちょっと頑張ってみなさいと。もうちょっと頑張ってみて、それでもダメだったら諦めればいいじゃないと。それまでは少しでも助けれるところは助けるからって言われ、自分としてはそこまで言ってくれるんだったら、もうちょっとなんかあがいてみようかなっていうところで、じゃあどうしようと。かといって、ただね、待ってるわけにもいかないんで、もうそのソニーのアシスタント時代から受け取った名刺を全部引っ張り出してきて、全部名刺こうやって目通して、この人とちょっと連絡取ってみようっていうのをわーって分けてって、その人たちに全員にメール送ったんですよ。コピペっぽくなるのも嫌だったんで、もう全員の当時のエピソードみたいなのを交えて、うん、っていうのをやったら、連絡をくれたのは2、3人だったんですね。で、その2、3人の中に鳥栖さんがいて、鳥栖さんがもう何よりも井の一番に返事をくれたんですよ。玉井さんにも森ちゃんから連絡来ましたって、うん、話をっていう。ただもうそっから早速、森ちゃんにじゃあお願いしようと思ってるのがあるんだけど、って言ってくれて、それを引き受けて、そっからですね、今に至る。なるほど。じゃあそこ、転機というか。そうです。そっからがっつり仕事をいただくようになり、うん、そこからの所属の打診があり。エメの歌を誰が一番撮ってるかって、自分が一番撮ってるんですよ。で、自分がエンジニアのキャリアで誰の歌一番撮ってるかって、多分エメの歌なんですよ。だからそういう意味で自分の中でやっぱり切っても切り離せない、自分のキャリアを語る上で欠かすことのできないアーティストではあるなと思いますね。はい。長男が、幼稚園の時に、いじめられてはないんですけど、友達にこうちょっかい出されると、やり返せないような子だったり、あ、これ、まあ今はいいけど、小学校とか入っていじめられたら、ちょっとあれかなと思って、なんか格闘技やらせようか。空手だったら、やっぱり極真かなって、自分の中になって。それでって体験やらせちゃおうっつって。で、やらせたら、ハマって、試合の経験があんまない子たち同士の大会に、たまたま3位入っちゃったんですよ。まあ、準決勝、うん、負けて3位。一応そのトロフィーみたいなのもらうわけですよ。うん、ただなんかそこにハマったみたいで。なるほど。俺もうこれからも試合出るって。子供たちがやってるコート、隣のコートとかで大人たちがやってるんですよね。ただ自分と同い年ぐらいの、おっさんたちがもうやってるわけですよ。ちょっと自分もその子供の試合方、そっちの上でちょっとそっち見てたりして。気になっちゃいますよね。気になっちゃって、もともと興味もあったんで、あれだったら俺もいけるかもしれないと思っちゃって。で、入ったんです。
そのできるかもしんないのと、その子供がやる気を出したから、教えてあげたいと思って、うん、やるんだったらもう、教えるんだったら、ちゃんと自分が経験して、っていうとこでやっていきたいと思ったんで、入って、で、まあ、そっからっすかね、もう試合出て、子供たちが先に、ちっちゃい大会ですけど、優勝ってのを経験して、なかなかその県大会より上では勝てなくって、関東大会とかでも上の子の方が頑張ってたんですけど、って言ってる間に自分が初出場した関東大会で優勝しちゃった。初出場で優勝しちゃったんですか？優勝しちゃって、そしたらうちの子が、上の子がやっぱすごい悔しがって。森さんが国際、はい、これ世界ってことですよね。そうです。はい、どんなテンションだったんですか、これ取った時は。いや、自分の中でもうなんか悔しかったでしかなくて。ああ、1位がそこまで来た。いや、本当に優勝狙うつもりだったんで。目に見えない良い悪いが数値化しにくい世界じゃないですか。なんでそうなったのか、なんでそうしたのかを説明できなきゃダメだ。言語化できないとダメだよっていうのは、こういう世界でもよく言われてるんですけど。それを今の仕事で学んで、できないものをできるようにするには何を変えなきゃいけないのか、たまたまできてるものと狙ってやってるものが違う。さっき言った、音を悪くする、歪ませたりするっていうのも、歪んじゃったのと、歪ませたのは、うん、やっぱ全然違うじゃないですか。空手やってても、たまたまその技が決まったのと、それをちゃんと狙って決められるのかっていうのは全然違うだなと。それをやることでやっぱ相手の弱点とかもすぐ気づくようにもなりましたし、あ、こいつワンパターンだなとか。うん、うまくいかない時にも、やっぱそれを常日頃考えてるから、修正がしやすい。うん、なんでダメになってんのかが、すぐ気づくとか。そういうとこは、やっぱり音楽で学んだことは、空手に生きてますかね。